ならば今になって私の前に現れたのは何か意味があるのか。わかりません。あれからすぐにロギ様の元に行かなければと思い続けていました。と同時に会ってはいけないような気もしていました。この体で今更顔を出したところでロギ様の役には立てない。だけどもしかしたら俺にもまだやるべきことが残っているかもしれない。でもそうじゃないとしたら、俺がもし何の意味もない人間になり果てていたとしたら、もういい。俺はずっとアンドロボフ。もういい。そんな時にある人が俺の前に現れた。その人は俺にはないものを持っていた。戦うことしか知らなかった俺に新しい何かを与えてくれた。それでこれからどうするつもりだ。共に来るか。俺はもう戦士ではありません。それに戦うことよりも大切なことができました。わかった。ローゼンクロイツ独立遊撃部隊所属、セルゲイ・アンドロポフ中尉。本日付をもって全ての任を解く。アンドロポフ、今までご苦労だったな。おかしい真似しないで全部ぶち壊せばいいだろう。ごちゃごちゃ言うな。全方向に気を配れよ。周りは全部敵だ。行くぞ。たくさんの人間がそれぞれの立場でそれぞれの思惑で動いている。この戦いを止めなければならない。絶対にだ。ラスティーネイル。第2第3威力偵察部隊を交代させなさい。ただし敵をおびき出していることは絶対に悟られないよう。スレイフニルの準備はどうなっています。親衛隊各自移動完了。あとは出撃命令を待つだけです。よし、タイミングはこちらの判断に委ねなさい。ロギ様、状況は順調です。敵は餌に食らいついてきております。そうか。あの者たちはいかがなさいますか。いい、外に出るまでは手出し無用だ。わかりました。ただし今後我らの作戦に支障をきたすようならば手加減はするね。はっ。おとがめなしか。ロギという男、人がいいようだな。アンドロボフ、大丈夫？あ、おかげで吹っ切れたよ。
急ごう、クレック。フェニックスの能力で、シューのところへ。ええ、わかったわ。いや、その必要はなさそうだ。白の旅団だ。おはようって言って寝不足気取ってイメージ作ってるの駆け引き上手な釣りをしても結局巨大なダメージ食らったよね言いたいことなら山ほど歩いて行くかにほらかロギの秘密兵器投入により戦いは大きな動きを見せるあんなのとどうやって戦うのよ私行かなきゃまさか体を張って止める気かいやーやっぱロボットの戦いは間近で見るのが一番ねいけっつーかよ心の底から楽しんでるまるブルードラゴン天界の七竜スレイプニル飛翔この番組はコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。